さんんこにちはワンダレビューです最近タイムコードシンクにはまっているので何本か動画を作成したのでよかったら見てください。本日はこちら Zoom のフィールドレコーダーとウルトラシンクブルーのペアリング接続方法について見ていこうと思います。 こちらの Zoom の S2BT Bluetooth ありなし版があって、今回のあり版がタイムコードシンクに対応したものとなります。デュアル AD コンバータという構造をしていて、32bit フロード録音に対応しています。本当に失敗しない良い,いレコーダーだと思います。今回こちらのレコーダーの方をタイムコードシンクしていこうと思います。現時点対応しているのがこの a t モ m o s のタイムシステムス、こちらの方が対応しているという機種になります。まず、この F2BT Bluetooth アリバンの方で、えー、本体の設定を変えていこうと思います。こちら、ソフトウェアが Zoom のホームページからダウンロードできるので、この PC から設定変更、ソフトウェアを使って設定変更をする必要があります。まず、このように USB-C のケーブルでレコーダーと接続して電源を入れます。 そうすると、しばらくすると PC の方でこのレコーダーが認識されて設定ツールでも接続を確認することができます。 で、この設定ツールで接続を確認すると、Connected ということになって、ここから Bluetooth Function というところで f 2コントロールというのとタイムコード2つあるので、こちらどちらか選びます。今回 f 2コントロールというのがスマホのアプリで設定する際に使うモードになります。今回はタイムコードにするので、こちらの方をタイムコードに変更します。これで設定終わりなので、ここでもう 電源を切ってしまって USB-C のケーブルも抜いてしまいます今デバイスがタイムコードモードになっているのでこの状態で電源をオンにしますそしてこのウルトラシンクブルーの方でペアリングを行っていきますメニューに入ると Bluetooth のメニューがあってここをペアリングというのがあるので Bluetooth ペアというのでサーチングというのを設定します そうすると今、ここで F2 というのが見えるので、このレコーダーになります。ここで F2 を選択してペアリングしてあげると、今、この状態で同期すると同じタイミングで LED が光っているのが分かると思います。この状態が同期が取れているタイムコードがちゃんと同期しているという状態になります。 今こちらタイムコード同期されている状態なのでこの状態で録画を開始してしまいますそうするとこれタイムコードの載ったファイルが自動的に作成されます実際 PC からの設定変更をしてこちらのウルトラシンクブルーの方でピアリング操作をすると タイムコードの同期は終わります。はい、本当に正確にタイムコード同期ができていると思います。今回の動画はこちらの Zoom レコーダーと Atmos のタイムコードシンクブルーの 接続をを確認する設定方法を紹介ししたた動画となりましたこのようにタイムコードに関する動画今回一気に何個か、えー、作成しましたのでよろしかったらそちらの方も見てくださいそれでは次のまた動画でお会いしましょうじゃあねバイバイ <music> Yeah. you